おはようございます。めぐりがみ大使です。今日はポトフ・デブベフ、牛肉のポトフを紹介したいと思います。このポトフという単語ですけども、ポーは鍋という意味です。レフーは火という意味なので、火にかけた鍋という意味になります。えー、この料理ですけども、家庭料理で固まりの肉ですね。えー、よく煮込まないと硬い肉の部分、肩やすね肉などを使って野菜と一緒にじっくり煮込んだ 家庭で簡単にできる煮込み料理の一つになりますまずはじめに肉の処理からしていきます、えー、これはすね肉、じゃれと言われる部分ですねすね肉の部分の下処理をしていきますまず油、余分な油はなるべく取っていきますこのような感じに表面の油を取っていきます 筋に関してはある程度置いておいていいと思います、えー、好みによると思いますけども私はある程度筋ですね大きい筋はそのまま残したまま火を入れますやはり筋も旨味のうちですし火が入った筋ほど美味しいものもありません、えー、なので、えー、ちょっと余分な油だけを取ってこのように薄皮も取って下処理をします 半分に切ったすね肉にフィッセル、糸をかけてきます、えー。このように太い方ですね。基本的に太い方から糸をかけてきます。こうすると筋肉が太い方から細い方に寄っていくので、均等なサイズになります。やはりこの糸をかける作業ですけども、糸をかけることによって肉の縮みが少なくなります。えー、肉の縮みが少なくなると肉が硬くなりにくいので、やはりフィッセルですね。糸をかける。 作業はとても重要だと思います、えー、またこの糸をかける作業ですけども詳しく他に動画があります、えー、エポールダニオのデゾッセフィッセルという動画がありますのでそちらを参考にしてみてください、えー、このような感じにタコ糸フィッセルをかけていきます 次はパルロンドブフ肩肉ですねちょうど肩甲骨の裏側にある肉の部位の一つになります、えー、これも真ん中に大きい筋が入っていてあと表面これ皮の部分ですね脂が多い部分なのでこれは外していきますこちらも同様に筋は置いておきます 表面の油が取れたのでひっくり返して裏の掃除をしてきます。今触ったところちょうどこれが肩甲骨ですね。に当たっている部分でちょうどここは骨肌の部分です。音が骨っぽい音がしますけどもこの部分はどんだけ火を入れても硬いのできれいに取り除いておきます。 これもジャレと大きさを揃えるために半分に切って大きさを揃えます、えー、やはり長時間煮込むといってもある程度火が入りすぎたりしたら美味しくないのでなるべく大きさを揃えて同じ時間帯で火が入るようにして切り揃えてあります、えー、このように同じサイズぐらいですねに切り揃えて先ほどと同様にフィッセル糸をかけていきます 続いてプラコート、バラの部分の掃除をしてきます。えー、この部分ほぼ掃除することないです。えー、骨がありますので骨と骨の間を切って、えー、先ほどのすねとか肩肉と同じサイズになるようなサイズに切って、これで完成です。 これで肉の下処理が終わりました。左からじゃれすね肉真ん中がパルロ肩肉の肩甲骨の裏の部分で最後にプラコートバラの部分になります後から野菜が入るのでなるべく大きめの鍋に冷たい水を入れます。 このように重なり合わないように肉を入れて冷たい水を入れて火をつけます沸くまでは強火で一気に火を入れてきますアクがきっちり固まって綺麗に液目、アクを取る作業ができて綺麗なブイヨンが取れますまだこの段階では塩は入れていません 人それぞれ考え方があると思いますけども私個人的には最初から塩を入れてしまうと肉からせっかくの旨味が出てしまうと思いますここできっちりアクを取ってきます駅目という作業です、えー、非常に重要ですこの時きっちり沸かしてすべてのアクをきれいに取り除きます 一旦きれいに取れたらこのように肉を動かして、肉の下にもアクが溜まっていますので、このように一旦肉を動かしてからもう一度きっちりアクを取ってください。アクをきっちり取ることによってきれいなコンソメブイオンができます。 えー、肉に火を入れてる間に野菜の下処理をしていきます今回根セロリ玉ねぎにんにくポロネギ、人参、カブかぶになります、えー、全ての野菜よく洗って皮をむいていきますまずカブフランスのカブですね分厚めに皮をむいていきます 玉ねぎは根っこを残したままエプルシェ皮を剥きます、えー、この時中が腐っていないかきっちり確認してください根っこの部分をつなげておくと火を入れた時にバラバラになりにくいのであえて根っこの部分を残してくり抜かずに切り落とすだけでこのような感じに残していますポロネギも上の部分は切り落としてこれも根っこギリギリのところで切り落とします フォアローの緑色の部分は保存してブーケガルニなどに使ってください。 続いて寝セロリーの方を剥いていきます根っこの部分よく洗って土が噛んでますので分厚めに剥いていきますこのような感じに根っこの部分落としていきますこれでポトフに入れる野菜の下準備が終わりました 今回、長寿、クードジローフとブーケガルニも用意しています。ブーケガルニの中にはタイム、ローリエ、えー、パセリの軸、あと今回黒胡椒も入れてます、えー。長寿ですね、クードジローフは玉ねぎに刺しておきます、えー。こうすると火を入れてる間にどっか行ったりしません。間違えて食べてしまったらすごい味がしますので、このように玉ねぎに刺して準備しておきます。ブーケガルニの中には今回黒胡椒 入れてますけども別に普通に入れても構いません。ただエキュメアクを取ったりするときに一緒に取ってしまうので、ブーケガルに中に入れておく方が後々仕事がしやすいと思います。えー、最初に沸いてからもう5時間経ちました。この間、えー、エキュメですね、アクを取っています。油はまだそのまま置いてていいと思います。もちろん蓋をしてやることで蒸発を防ぎますので。 5時間ゆっくり未熟でですね、こういうポコポコと沸いている状態を保ちながら火を入れていきます。えー、肉の火の入りですけども刺してまだすっと抜けないので火が入っていません。そこに先ほど用意した野菜とここで初めて使用します。ここで使用することによって野菜から旨まみが出て塩の味が肉に入っていきます。蓋をして。 ポコポコという未助手の状態を保ちながら2時間経ちました、えー、今回油を取らなかった理由はこのように油の層が鍋の表面に一層できていますこうすることによって水分の蒸発が少なく湧きすぎることなく温度を保ちながらきっちり野菜にも火が入るので今回油を残しています液体の中で粗熱が取れたら肉を取り出してフィッセル、糸を外していきます えー、この時丁寧にしてやらないと完全に火が入ってホロホロになってますので丁寧に取り除いてください。 まずすね肉から切っていきます。ジャレッドブッフです。まず半分に切ります。えー、中見てみるとこのようにですね、透明になっている部分、ブルンブルンの部分ですね。このゼラチン筋の部分が綺麗に火が入っています。あとは適当なサイズに筋肉の繊維を断ち切るような感じに切っていきます。 続いてパルロンドブフ、肩肉の部分になります。このように真ん中に入っているゼラチン質の筋がですね、きれいに火が入ってトロトロになっています。これももちろん繊維を断ち切るような形に切っていきます。このようにですね、真ん中にトロトロになったゼラチン質があります。最後はバラの部分ですね。えー、きっちり火の入った油がありますし、 えー、非常に美味しい部分になりますやはりこんだけきっちり火の入った油は美味しいですそれでは温めたお皿に盛り付けしていきますすね、えー、肉、あと肩肉、あとバラ肉を乗せます 今回はお皿に盛りましたけども、鍋のまま出してもいいと思います。あとは先ほどの野菜丸のままゴロッと入れて、あと上から美味しい V4 ですね。V4 をたっぷりかけて出来上がりです。 今回ここで塩とミニョネットをかけましたけども卓上にフルードセルとミニョネットマスタードを置いて好みでかけて食べてもらっても構わないと思いますすべ、えー、て日本でも手に入る材料なのでぜひ作ってみてくださいもちろんこの残ったブイヨンですけどもコンソメですねコンソメみたいにおいしい牛のエキスの詰まったおいしいブイヨンになります それをストックしといて、他の料理も使ってみてください。やはり冬の寒い時期になると食べたくなるフランス料理の定番ポトフードブッフを今日は紹介しました。それではお疲れ様でした。ボナペティー。